こんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画では津駅から旭川駅まで気配40で行く普通列車の旅をご紹介していきたいと思います。先ほどご覧いただいたのは道庁の赤レンガ庁舎になります。今はもう裏にある道庁でやっているのですが、観光客のために開いてくれて見学できるようになっています。さすがに現在の時間は午前5時45分、さすがに営業時間からは外れているので、今回は外からお楽しみください。少し歩くと池なんかもあって、のんびりカモさんが泳いでいたりしますね。駅前にこんな場所があるのも札幌らしいなと思います。それでは札幌駅に向かって歩いていきましょう。札幌駅は歩いて3分くらいのところにあります。札幌駅はこんな感じですね。夏はさすがに雪はないのでイベントがたくさん開かれています。大通りでも7月の終わりから8月にかけてビアガーデンをやっていますが、最近では駅前の広場でも札幌ビール園がやってますね。札幌駅はこんな感じになります。奥の建物はホテルになりますね。こちらの手前の建物は大丸です。では札幌駅に向かって歩いていきましょう。改札口はこんな感じになります。今回は6時発の旭川駅に乗車していきます。では列車を見ていきましょう。列車は気配40系を2両連結されています。これがそのまま旭川駅まで向かって走っていきます。札幌から滝川駅までは車掌さんが乗っていますが、滝川旭川間はワンマン電車で運転されます。今はワンマン運転ではないので標識は立っていませんでしたね。方向幕はなく、あのように旭川というのが書かれているプレートが入っていました。では旭川までの旅に出かけてみましょう。
札幌駅を出発したキハ40系は、実はスーパーホクと函館行きと同時に出発しています。こんな感じで内房駅の手前までは並走していきます。もちろんスーパーホクトは内房駅には停車しませんので、どんどんとスピードを上げていって見えなくなってしまうんですけど、この辺りまでは並走していますのでお楽しみください。そして札幌市内でもう一つ見ておくべきことは、千歳線と函館本線の分岐になります。函館本線は白石駅から分岐して北に向かっていきます。千歳線は白石駅を過ぎると南に向かって新千歳方面へ走っていくことになります。なのでこの駅でお別れになります。少しずつ線路が離れてきていますね。ちなみに旭川札幌間は特急のカムイやライラックで走ると1時間半で着くんですね。でもキハ40系で行くとたっぷり3時間かかります。鉄道が好きな人にはおすすめですが、やはり特急で行った方が快適に行けるかなと思います。やはりキハ40のシートはリクライニングさせることもできませんので、なかなか大変です。クッションも特急のものとは全然違いますから、座っている時も座り心地も違いますし、なかなか電車の旅は鉄道の旅は大変だなと思います。そんなことを言うちに少しずつ千歳線の線路が離れていっていますね。でこの先に見えるのは JR 貨物の駅になります。貨物の駅を境に千歳と函館本線は分かれていくことになります。でもその前に平和駅がありましたね。平和駅は千歳線の駅なので、函館本線のキハ40系は通過していきました。なかなか駅を通過するということのない普通列車なので、ちょっと珍しい光景になりますね。それではもうすぐ函館本線の次の駅である厚別駅に到着します。
こうして千歳線と函館本線は分かれていきます。こうやって線路が分かれていくというのも一つの見どころなのではないかと思います。千歳線はこんな感じで高架の線路に変わっていくのです。ここからは少しカットをして江別市内の駅である豊幌駅からまた函館本線を旅していきたいと思います。札幌駅を過ぎて江別駅を越えると急にこんな感じでのどかな光景に出会うことができます。札幌の特徴の一つにどの方向に入っていっても1時間ぐらいするとこんな光景に出会えるということなんですね。これもまた札幌市内の特徴になるのかなと思います。ちなみに江別方面は札幌からやや東に行く方な方向になりますね。もうすでに農地も見えるしお家もほぼ一戸建てしか見当たらなくなってくるような感じになっています。江別駅を過ぎると普通列車は平均して30分に1本の区間になります。少しずつ普通列車の本数も減っていくんですね。ではその風景を楽しみながらのんびりとキハ40系で走っていきましょう。今は岩見沢向こう側に見えるのは国道12号線国道線は一番長い直線道のある道路です。函館線の線形も有田線に向けてはいません。国道12号線の間にある草ですが、夏は草がいっぱい生えているんですが、冬はここが雪の山に覆われます。1メートルどころか、電車類も高く積み上がるような時期もあるのかなと思います。私が行ったのは3月頃だったので、雪も少なくなってきていましたが、ピークは1月の終わりから2月にかけてです。この頃にはもっと高い山が積み上がっていたに違いありません。なので夏の北海道は草で周りが見えなくなり、冬は雪で見えなくなってしまうということが起きてしまうんですね。一路少しずつですが岩見崎に向かっています。キハ40系の特徴としてはやはり速度が遅いので待ち合わせ時間が短くなっています。普通列車の場合旭川へ向かうには岩見沢駅と滝川駅で1分ほどの待ち合わせをが、キハ40系で行く時には滝川駅にも岩見沢駅にも停車時間は10分ほどになっています。その分、走り時間が長くなる。
この駅は阿弥陀川駅の一つ手前のホルムイ駅になります。まだ7時ぐらいなので学生さんが多いようです。駅もこんな感じで誰もいませんが、朝早いので近しれません。北海道にはこんなローカル看板の駅名表がまだたくさん残っています。では次は岩見沢駅に向かって走っていきます。岩見沢駅に到着、1分ほど停車をして後続の特急列車を待ちます。岩見沢駅は駅舎が建って10周年を迎えています。岩見沢では新幹線で使う長いレールを作ってるんですよ。今こちらからは見えませんが、後ろの方でとても古い建物が今も現役で頑張って日夜レールを製造で、なので新しい駅舎にもレールがたくさん使われているんですよ。また撮影してきたので後ほど場を作って紹介していきたいと思います。では後続の特急列車を待ちましょう。
岩の下した気配40は一路滝川に向かって走行していきます。こうして車窓を見るとかなり家もまばらになってきて高い建物はなくなってきていますね。またこんな感じで田園風景も広がっています。以前は北海道でお米は取れないと言われていましたが、今では米の栽培もとっても盛んで、北海道は穀倉地帯にもなっているんですね。特に旭川の方向に向かう時には水田がたくさん見えました。これから向かう滝川のエベオツという滝川の隣にある駅のあたりにもとても有名な米どころがあって、美味しいお米が取れるんですよ。北海道のお米はいろいろ作られていて、全国にもたくさん届けられています。北海道は虫が少なく農薬の散布量が少ないということもあって、お米はとても人気があるそうです。この上の電線部分を見てみると、もう一本線路が走っていたのかなというぐらい幅が広いところが結構ありました。かつては貨物列車も多く、また特急や急行など優等列車もこの今よりはたくさん走っていたものと思われますので、そのための線路がもう一本あったのかなというぐらい、今の線路は というところが出せました。また調べてみたいなと思いながら車窓を見てみました。では車窓を前面から見てみましょう。函館本線はこうして見ると線路がほぼまっすぐに走っているということがわかりますね。また見渡す限り水田、なかなかこういうところを走るという車は珍しいので、本来この区間は電化区間なので機動車が走行することは少ないのですが、この早朝の一本は滝川から先、旭川まではワンマン列車で運行されるんですね。なのでこのワンマン列車であるキハ40系が使われているようです。6時から乗って旭川に着くのは8時52分なので、約3時間この列車に揺られていくことになります。
道を渡るとそろそろ滝川駅に到着します。滝川の駅前にはスマイルビルという再開発のビルが建っていて、以前は賑やかだったのかなという面影だけは残っているんですが、中は百均とカラオケ屋さんが入っていて、1階にはいくつか以前あった化粧品屋さんや花屋さんなど個人商店が入っているような感じのお店になります。ビルが高くてなかなか賑やかだったのかなという雰囲気だけはあるのですが、今も頑張って営業中です。ワンマン列車なのでそろそろ運賃箱が用意されていますね。滝川駅では室本線と接続していて、富良野方面また新徳まで行くことができます。新徳になると峠を越えてるので十勝地方に行くことになります。そちらで石勝線と合流します。滝川に到着しました。今日のキハ40系はキハ40系2両編成なので切り離しはないのですが、乗客が多い時には3両で運行していることがあって後ろ1両切り離すことになっています。滝川に到着したのでこんな風にワンマン列車という表示がされるようになりますね。そしてまた特急列車を待ち合わせをして再び旭川に向けて運行していきます。キハ40系で行く旭川までの旅もいよいよ残り1時間となりました。滝川から先旭川までは普通車は1日8往復しかしてないんですね。しかもこの札幌発6時の列車を乗り逃してしまうと次は10時頃まで列車が出なくて
旭川の到着が13時頃になってしまうんです。そしたら何もできなくなってしまうので、この列車に乗るということが旭川に行くために必須の条件となってしまっているのです。青春18切符で行く旅なので、それは仕方のないことなのかなと思いますが、普通列車で行くには少々不便だなと思う区間になります。まあ1日8往復もあれば朝昼晩とそれなりの本数が走っているので割といいのかなとは思うのですが、北海道内で一番難関なのは1日 2.5 往復しかない大掛新夕張間かなと思います。札幌から道東へ行くには少し厳しい区間となってしまいます。こうして駅の雰囲気を見ると、とても函館本線にある駅とは思えませんよね。またこうやってしてみると田園風景が広がっていてのどかな雰囲気ですね。函館本線といえどもなかなか厳しい経営が続いているのがわかるかと思います。ちなみに特急列車は日中平均1時間に1本走っているので、それほど不便のない路線になっています。札幌旭川間は特急列車で行けば1時間半で行けるとなっています。そろそろ旭川へ向かう列車の旅は終わりそうですね。函館本線はもっと多くの特急列車や貨物列車が走っていた頃があったようで、線路がもう一本あった時期があったようです。今は複線ですが、複線だった時期があったようで、JR の敷地も広くなっていますね。今は草地ばかりの土地ですが、冬になるとこの場所は除雪のために使われるようになります。雪を取るのが大変だからです。石狩川を抜けていくと、いよいよ旭川市内に入っていきます。川を越えると、少しずつですが、街が広がってくるのがわかります。旭川の道路はまっすぐなことが多くて、
かなり先まで見渡すことができます。こうして見ると北海道は広いんだなという感じがしますね。また道の幅も広く、とても走りやすそうですね。うちも増えてきて、きっと人もたくさん住んでいるのだろうなということがお分かりいただけますね。旭川から先は宗谷本線に接続します。また石北本線も走っているので網走方面に向かうこともできます。それでは線路も高架になってきて、川沿いを、石狩川沿いを走りながら旭川駅へと向かっていきます。この日は7月21日だったので、旭川駅に入っていくとちょうどノロッコ車が止まっていました。こちら詳しく見てきたので、また後ほどの動画でご紹介していきたいと思います。それでは最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、つまらないと思ったら低評価お願いします。またチャンネル登録もお待ちしています。最後までご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。